どうも、お疲れ様です。FX オリガルヒの方には言うまでもないと思いますが、今回ね、一般公開動画でこの FX の動画をお届けしておきます。本日5月3日になりますが、その、日をまたいでね、5月4日にも関わるんですけども、これだけね、材料があるんですよ。しかも、ドル円で取引されてる方、アメリカの経済指標がこんだけあるわけですよ。いいですか ?MBA 住宅ローン指数、これが、まあ、 要注意ですよね。で、三つ星注意が4月の ADP 雇用統計ですよ。これがもう早速来るわけですよ。で、これが三つ星ね。その次にあっという間に来ます。もう荒れまくりますよ。PMI と改定値です。さらに同じ時間に4月サービス部門、購買担当者、景気指標が来ますよね。これ PMI ってやつですよ。この改定値が来ます。これも結構ね、でかいですね。要するに二つ星が並んで、 同時に来ますから、四つ星扱いなんですよ。それから23時、あっという間に来ます。SMI、非製造業、景況指数、これも来るんですよ。さらに、FOMC がとどめを刺した上で、FOMC が終わった後のパウエル議長の話ということで、もうね、とてつもなく荒れると思いますよ。だから、ゴールデンウィークに入る前に申し上げましたけども、もうね、玉を抜いてやらないこと。 うん、だから、こういう時はもうファンダメンタル効きすぎなんで、テクニカルを攻略しようとしている私たちにとってみたらね、もうやっちゃいけない時なんですよ。ですんで、あらゆるポジションを抜いて、もうね、あの、高みの見物、休憩しましょう。もしくは、基礎を固めるために、 一から勉強する、そんな一週間にしてほしいと思います。えー、5月の8日9日、月カート、開けた時にもう全てがね、ガラガラポンで、また一からスタートですから。もうお正月が開けた気分だと思って、ゴールデンウィークはそのようにお過ごしください。それでは、以上です。